寄りが早いですよ、これ。すでに3人サイト内に入っている。ただ離婚に見せている。いや、リエンド落としているぞ。バースのカバー、寄りも早い。いやショックボルト無事。想像以上に寄りが早いですよ。さあ2-on-3 2-on-2まで持っていくが、体力もラズもかなり削られているので、スパイクは回収成功。ただラズの HP が残り6。かなり削れてますよ。ボルトラインとテールウィンドの合わせ技、シェリフでラズを落として1-on-2クローとした。ラグベー最後残っていた2人もしっかりと連携取れていましたね、はい、本当に連携面ではディフター側に分があるとは言ったんですけれども、このセットアップを見ているとそんなことも言えないか。ロメロマッキーダブルキル、設置がこれはできないですね。スパイクは保持していますが 3-on-4 いやー、ただタケジェここで1人取り返します。おっと人数が削っていきますね。ファントムここはトリプルキル、相手がエコとはいえスペクタシーロング合わせてますね。ロメが戦いに行くも、ここはタケジェエイムで持っていった。ファントム返すも、ここはシーロンからのハサミ。アビリティのやはり合わせるタイミングがかなり上手ですね、アブソリュート・ジュピターは。はい、さあここはリテイクになりますけれども、武器差も相まってラグゲーミング少し厳しいか。フラックスレーザーを落としています。ただここまで削ることができれば、このクロー選手のポジションを抜けばあとロング2ということでワンチャンスありますけれども、 2-on-2 どうでしょう。ただあのロング設置は強力だが、バージいや、ワンチャンスあるぞ。スパイカメラももう落ちているので、いや、これはどうだ。会場に行っているぞ。いや、フェイクではない。本命会場、本命会場。ただ逃げ切りたい、逃げ切れない。落としてしまったんですけれども、ラグゲーミング開幕から4ラウンド初回、いや、かなりいいものを持ってますよね。ここも設置にやりたかったんですけれども、フラックス離婚を移ってしまって苦しそうでしたね。いやー、ジュピターアブソリュートも全員がこの中央まで引いている状態。いいアフターショック、いい距離があるんですよね。避けれそうで避けれない。今顔出してしまうと落とされてしまっていたので逃げ切れませんでしたね。おっと、ハーフまで行っているぞ。ラグゲーミング、ハーフは行きましたね。ただこのクローがしっかりと遠距離で会場行ってますよ、いや止めれない。残ったのはフラックスですが、この位置からは厳しいでしょう。人数削りたいですけれども、うん、お見事。ハントアップフィリー冷静に避けつもパラノイア、避けつもちゃんとパラノイア返す、偉いですね。冷静ですが、ファントム横からケージがいい方向に働いたか。いや、素晴らしかったですね今の。止め切りました、ラグゲーミング。アブソリュートジュピター一気に3人削られて、残ったのはバース、そしてクロウクローが C ロングスローで進行していますが、まあここまで人数差が出てしまうと、スローで1箇所ずつこう勝負をして勝っていくしか、まあもう勝ち筋は見えてこないですからね。さあホルトラインダブルピーク当たってますね。というか、まあメンタル面で絶対に俺は負けないっていう気持ちが伝わってきますよね。はい、このチームを当てていく、い丁寧に打ちますね本当に。バッジのダブルキル、まあただこの複数人数差がついた状況でも何とかできるのが、その今までのアブソリュートジュピターの強み。さあフラックス、アフターショックでバーストを飛ばすもラズが果敢にキルを取っていく。ロベが裏を取っていくぞ。残ったのはラズ、ただラズクラッチキングと呼ばれるゆえん、ここでも見れるのか。ワンオンスリー、まずは1人、2人目、ワンオンワン、止めていったムージー、危ない。落としちゃいけないラウンドであることは事実なんですけど、ラグとしてはね、はい、それでもあのラズのワン、タケジェレーターデュエリストコンビが B サイトの中、うん、アブソリュートジュピターかなりこの B 中を開けた配置というのを先ほどから取りますね。ラグゲーミング側もB 中を取るためにアビリティを使わざるを得ない。まあここは相場がいるということもあって、非常にまあ会場阻止がしやすい構成にはなってますからね。さあ2-on-4ファントムフリックショット、さあどうする。これはおお、うまい。いや、ワンオンツーまで持ってきましたよ。おお、ただ時間どうだ。いや、間に合います、これは。これは間に合うぞ。いや、2-on-4クラッチラーゲーミング、見事。
いなかったでしょう。しかもこのマップピックはアブソリュートジュピターです。そこを忘れてはいけません。ズーティングのここのバッジとのこのコンビ、そしてアタッピリ当たっている、逃がさない3人目、うわー、当てていくバッジ、いやいや、バジムージーだけで4人倒してる。アブソリュートジュピターなすべなし。残ったのはクロウ、いやー、うまいですね。頭も当てていく。おお、でも抜いた。ただ冷静です、クロウ。裏を取っているムージーで、オペレーターも、最終ラウンドですね。最終ラウンドですもんね。いやー、変わってくるかと思いましたけれども、ラグゲーミング来てますよ今。まあまだまだ前半ですから。はい。お、レイター詰めてますね。いやー、この中央詰め、タケジェと合わせてガレージも出てきた。レイター、タケジェ、フレンジーのダブルキル、かなり積極的なファイト。そして爪の手を緩めないレイター。3人のアブザレータージェプター止めきれない。強気にショックボルトも当たってる。さあ、スパイク設置成功はしましたが、いやでも成功しただけでもかなりラグとしてはいい展開ですね。アブソリュートジェフターは A に来たら、まあ、スパイクを設置を許させるような配置でしたね、うん、いやパルノヤの回収タイミングいいですね。いやレーター入ってるぞ。おっ、すれ違った。ブージマーシャル当たっているが、うん、さすがにこれは苦しいですね。はい、2入っていく。ラゲミング、ね、このタケジェの位置、ゲームで持っていった。フラックス、シェリフで返すが、ただ人数有利ではあるし武器状況も有利ではあるので、ここはリテイクの形を落ち着いて取り直しますね。そうですね、一度立て直した状態のアブソリュートジュピター。ラグゲーミング武器差はあるが、ただファントムラズ落として、人数差はイーブン。バッジのこのシェリフ、うん、クローが落としていく。いやー、ワンオンスリー、いやカバーが早い。アブソリュートジュピターは一見広がってリテイクのように見えているんですけれども、はい、お互いがしっかりとカバー取り合っていますね。そうですね、おしっかりとその連携の守り方に対して、ラズのスパイカメラで釣っている。スパイカメラのタイミングが絶妙ですね、本当に聞い取られましたね今ので。そして竹ジェイもこれ裏取ってるんですね、あえて打ちません。やったわ、敵残り1名。残ったのは、うわー、姿見てロベですけれども、ディスミス、1がバレたロベ、うん、カバーもしっかり。ラウンド数は9対8。いやー、今手をおそらくここで打ってくるはずというのがこれか。はい、シーロング取りに来たロベの頭をレイタのオペレーターが打ち抜きます、はい、その上で一切こうミッド側は詰めずに後ろに下がる形を取りましたね、アブソリュートジュピター。はい、そしてシーロングポケットをバースが取っている。これは昨日スカース戦でもミスターオペレーターが陽動という形になり、バースがポケットを取る、そしてレータは車線を変えてガレージ側、フラッシュポイント、これはフラッシュポイントピンポイントでしたね。一瞬の隙をバッジは逃しません。ただこうなってくるとバースのポジション、バースの位置をどう警戒するかですよね。スパイキャリアがこれはシロンから進んでいるので、バース警戒しきれないと、いやリコン打ってますね、分かりましたねこれで、はい、入ってるのが。ただシリフ、おー、ムージーセンスの塊、そこにしっかりとリコンボール打っていきますか。普通ニューラルセフトで位置がバレます。さあ、一転してエコラウンド優位に立っているのはラグゲーミング。しっかりと可能性ケアしてましたねラグゲーミング。スモークキャラロベが落とされてしまったんですけれども、立て直しました。そしてバッジのオペレーター外しません。スリフティですよ。いや、ワイヤー切りのショックボルトミスが入ってしまったか。ただフラッシュポイント、ラズフラッシュ避けていました。しかもマスが合わせてる。その間もうシーロング進むしかないか。ただそこにはワイヤー、うん、ロベ冷静です。いきます、ね、ムージーのオペレーターがこのラウンド、いやでもシーロング3、さらにガレージからも入っている。いやディフェンダースポーン怖いんですけれども、見えたか。いやまだ見えてないはず。レータのオペレーター、そしてタケジェ、いやこれすごい大回りしますよ。いやムージーのオペレーターガレージ落としたら、いやリーヤ取りましたね。オペレーターに対してのリーヤは非常に強力。
これはさすがに阻止は難しいですね。そうですね、レイターのオペレーターが抑えていました、スパイクも確認されています。いやー、ハンターズフィーリー、いやー、吸いつくようにフラッシュポイントを打ちたいんですけれども、レイター、レイターが当ててく。いやー、本当にスモーク抜きであるとかケージ抜きであるとか、おそらく感覚で打っているかと思うんですけれども、レイターのスモーク抜き定評があります。カメラがやらここだ。残ったらバッチ、オペレーター1オン4、オールドローン。いや、高い位置ですね、これ。位置バレてますね。どっちを向いてるのかもこれで一瞬見えたので、いや、完璧に潰しにかかってますね。いやー、リーヤを入れて竹締めが詰めるかと思いきや、バース、ここのラウンドできっちり仕留めていきたいと。有利であるのは間違いないんですけど、はい、とはいえそれほど差がない状態で、あと1歩踏んだ瞬間にラズがワンキル取りに行くっていう、もう決まってますね。セカンドラウンドと一緒ですね、このワイヤーが壊されたタイミング、ケージを打って、いやー、もうこの流れ決めてますよね。この辺りを打てば当たるだろうと先ほどからやってますよね、はい、これはラズのセンスがなせる技。そしてこのショックボルト当たっている。ラゲーミング、残ったのは3人、3 on 5。 さあ3人でこのフラックスがワンチャンス狙う位置なんですけど、いやー、あ、頭が足りないか、頭が足りなかった。ただ無事ダブルキル。さあ残ったのはロベ、ワンオンスリー、1人返したんですが、最後は無慈悲のレータのオペレーター。いやー、そこの裏球があれば展開絶対変わってました。前目で出します。レータのドローン、安全にこれで情報を取りながらエリアを取っていくような戦い方ですね。これはカメラ、そしてワイヤー、まずはファーストブラッドフラックス、ね、ただサイト内に入ることに成功はしているぞ。注目はこれアブソリュートジュピター、どのエリアを取りに行くかですね。ここからエルボーか、情報ロングですからね。あー、エルボーか。ただファントムロベ一気にキルを取っている。いやー、もう入ってきる、逃げれないぞ。いや、お見事取りましたね。今のはファントムですね。これファントム今回は無理はしません。いや、これもしかしたらエルボーをいっぺんに抜けてくるありえますよ。ほーら来た、これはダブソリュートジュピターらしい。あ、ブラックス、いや、抑える、止め切った、抑え切った。相手側武器下の位置が割れました、ここだ。あ、今の動きで戻る動きも一瞬見えたと思いますから、まあ抑えられてるのは把握してるでしょうね。ムージーがここシャワー外、タケジェラーカーを落とします。あそこで竹で落とされてしまうと B に行くしかないのがアブソリュートジュピター、ただ B サイトをあえて開けているラグゲーミング。ファントムバースを落として運んでいると。ああ、パラノヤで合わせてますね。ニューラルゼット、ラッツのシェリー打たせるキル、至近距離の打ち合いでワンチャンスを作る。いや、ファントムドリブルキル。さあ、ワンオーツ残っているのは武器を持っているラズ。ファントムのこの立ち回り、至って冷静でした。で、オペレーターをこれ回収しに行きますね、ただ今のハンドガン一つ持たせても、いや、全然、これによって相手が後ろに下がるのでラインを上げてここでバイパーズピットを使うのかな。まだ使いません。使いますね。そうですね、使いますよね。ディフェンダースポーンの入り口、バイパーズピット、そしてポイズンクラウドのワンウェイスモークを合わせ技。こうなってくるとディフェンダースポーンから入るのは難しいですね。これはバイパーの強さですからね。衰弱も入ってしまうので体力がどんどん減っていく。一撃で倒されてしまう体力になっていくわけです。そしてラズが控えて待っているウィンド。おっ、でも勝っていったよ。キルロッカー、いや、一気に来た。位置は上がっている。フラックス1キル返すもん。いや、でもなんか見てますよこれ。何を感じ取った。レーター、レーターはよく気づいてましたね。いや、本当にクリアリングだと思いますね今のは、さあここで、いや、ムージーに対してニューラルセフト、これは大きいですね。今ムージーが倒されてしまうと少し、いや、ニューラルセフトで裏がないというのがこれで分かりましたからね。はい、さらに特殊スクリーンでサイト内は区切られています。バッチ、オペレーターで黒を落として、ただ竹ジェイのまだシャワーがありますからね。ここで引くんですよ竹ジェイも。本当にこういった判断、ただロベ、竹ジェイを倒して残り時間が少ないぞ。怪獣にはまだ入っていない。ラグゲーミング、キルは取っているが残り時間は少ないぞ。バッチが落とされる。シャワーからバースが飛び出してダブルキル。
これはもう時間ないですね。おーっと残り時間が少ないか。キルは取れて、キーの対策はもちろんアブソリュートジュピターは怠らないでしょう。当たってるタイミングで打ち出しました。ムージーには当然気づいててもヘッドショット当てる。このシェリフカーブボールを入れてタイミング、さすがにここは打ち落とします。ロベがランプを取っていますが、バースのこのスモーク抜け、バースのポジション強いですね。ただバッジ、ここはブレードストーム、クローのジャッジ。まあこういう状況になれば間違いなくアブソリュートシフターは負けない状況が整えてますね。まあスネークバイト、あとはハンターズフューリーがありますよ。クローまず落としてブレードストーム回復。さあここで会場を入れていきます。ブレードストーム、ワンチャンスだったか。ちょっとさあショーストッパー切っているぞ無事。あ、当たらなかったみたいですね。これは裏のフラックス、クローに落とされる。シェリフ、そしてバッキー、ロメが1キル返すも残ったのはバッジ。しかも位置も移りましたね。ダメージアビリティ、最後はラズのヘッドショットをかけているので、はい、あれをやられるとラグゲーミングがやりたい守り方というのができないですよね。そうですね、前に出ていたことによってワイヤー踏まれたんですけど、そこを落ちに行く術がなかったということで。ただロベが竹じを落としています。これは浴場詰め。なるほど。いや、ただラズファントム落としてニューラルセット B の守りの要、ファントムが落とされたラグゲーミング。ただ位置バレた後速攻でフロムザシャドウズで飛んだので、どうでしょうねこの形。いやー残り HP が5と21。おっとこれ見えてませんでしたね。今インセンディアリーが切れたタイミングでバイパースピットを打っていましたクロー。そしてバースでここはスモーク抜き、残ったのはバッジ、そしてムージー。残り1名、綺麗、外しませんラズ。さあ残り HP が21のバッジ、ワンオンスリー見せれるかジェット。いやこの体力ですからね。最後はクロー、前半戦アダーサイドの方が怖い。いやー竹地真横入ってる、これはバレてはないぞ。フレンジーダブルキル。いやーファーストラウンドからいきなりこういう強いポジションを取りに行きますね竹地。はい、ただ結果この2キルはあまりにも大きすぎる。きっちりとホットハンドで後続を潰しつつアルティメットオーブの回収。さあラゼ、うん、ここは返されますが相手の位置は分かっている状態。レータも続けて詰めます。足音で位置がバレている。いやスパイカメラがあったか。まあここで使う判断もすごくいいんですよ。ただこの人数差をどうやって埋めていくかというと当然潰していきますよね。いやいいですねこのファントムの動き、位置が分かった敵から倒しに行く。はい、できるだけ人数差削って2オン2ぐらいまで持っていければまだチャンスはあるので、ワンチャンス狙いの位置。いやーバットムクラシックミークリック2連打。これで状況逆転しましたね。ワープゲートの通った音も聞こえたし、残ったのは竹地。最後はバッチのワンタップ取り返し、ね、あの逆転力素晴らしいですよ本当に。そして前目対策もバッチリです。ペイントダウン、ロベがビーロングの爪、レーターを落としてスモーク抜き、かなりダメージを食らっているアブソリュートジュピター。まあ本当にねこの一昨日も見た通り、まあ、あのムーディを主軸にこのシャワーへのプレッシャーはすごい勢いでかけてきますよね。バッチのダブルキル、なんか流れが来てますね。序盤の流れを掴んだラグは強いですよ。乗りに乗ってますよ。ここもヘッドショットフラックス、フラックスもついていきますね。パーフェクトラウンド、ね、こうしますよね。ブレイストカーボール、いやフラックスいい動きだ。クロー落としてランプをダッシュ、そしてホットハンドで爪警戒だが、ホットハンドの上から燃える男レーター、さすが名前の後ろに炎がつくだけあります。火属性2人いますからね。4対4、カメラがやられた。ただレーターホットハンドで HP が大きく削られてしまっています。そんなにポジショニング強くないですよラグ。カーブボール食らってしまったが、ロベのカバーもありましたが、カバージュピターの方が若干手厚かった。ラズが裏取ってる。最後の1人だ。さあワンオンスリー、そうですね、ムージー前の前目を取れていなかったのでどうしても、バースのこのエイム。今は設置までの流れはすごく良かったんですけど、はい、結局シャワー明け渡されてでもいい配置を取られていたのと、まあ、ランプも取れていない、もうフラックスのスニーキングに行く。いや、バレてないですよ。そうですよね、ちょうど見えてないですよね。ダブルキラー持っていけないか。データのオペレーター
ただ武器を拾ったムージー、うん、的確に落とします。さあちょっと連携ミスもあったアブソリュートジュピター、これチャンスですね。オービタルストライクでエイショットの進行を止めたマーティス。何その打ち方、3発しかないからタップ打ち。ムージーのダブルキルで A サイトを切り開きます。さあアブソリュートジュピター一転して劣勢な状態。オペレーターを拾ってこのラウンドをセーブするという判断も一応ありますけれども、いきますかね。いいテイクいってますね。パラノイアを避けました。ショートストッパームージー、おお、攻めていった。残ったのはランプクロー。武器がかなり厳しいですね。ムージーも無理はしません。相手の武器は上がっているため武器を距離を取ります。いや回ります回ります、うん、最後はロベ。いやこのラウンドのムージーの活躍、じゃあ少し遅れて入るような形でしょうか。ここでラズが何人持っていけるか。1人を持っていって2人目、うん、2人持っていった。さあスネークバイト、そしてこのジャッジ挟まれる形、バッジだがバス落としている。ただもう時間が、これ設置厳しいですよね。設置させてもらえないとかなりこの後苦しいですね。いや竹 J のこのステップ、残り時間が少ない、うん、時間ないですね。最後はクロークラシックで壁を抜いて決めたんだと思いますけどね。オペレーター多分持たないことになったんでしょう。はい、クローがずっとこのジャッジを使用し続けているからの方と、さっきからずっと構えてるんですけど一回もまだこれ見せてないんですよ。カーボール来ますよ。さあもちろん避けてはいるが、おお、読めてた。タケジェのダブルトリプルキル、この男、打ち合いに関しては他の追随を許しません。そしてカーボール、これで元 C9 の2人があと3投打ち勝っていった。タケジェ、タケジェが強すぎる。タケジェは絶対このラウンドエース取りに行きますよ。いや、いや行きましたね。行きますね。うん、待ちますよね、さすがに。どこで勝負しに行く。自分の位置がバレていても、あと10秒。いやでももう時間ないですね。ブレイドストーム、ワンチャンス、強い、バッチ。いやー時間が足りない。